ラジオサロンドク丸お客様は、トワエモアの白鳥恵美子さんと芥川澄夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。<ー>トワエモアです。えー、トワエモアって、あの、1969年にデビューして、うんはい、トワエモアとしての活動時期って4年なんですって。ええ、4年なんですね。年か。 短かったんですね。ええー、短かったんですけど、えー、デビューしてから忙しかったですから。中身は <laughs> だから僕らの中ではもう、目いっぱいという感じでしたね。えー、まあ、今週一週間、はい。あの、とばえモアの曲と一緒にお送りしたいと思いますので。分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。いますはい。えー、今日は初日なんですが、はい、トワエモア結成という、あの、もともとお二人が例えば、 やろうか一緒にって感じじゃなかったんでしょええこれはもう事務所があの二人並ぶとなかなか良さそうだから 2>,、うん、2人でやらしてみようかっていう、うん、そういう話ですからね、うん、あの僕らも「えっ?」ていうとこから始まりましたから、うん、音楽志向お二人全然違ったんですよね全然違うんですよね僕はもう子供の頃は三橋美智は春日八郎ですから <laughs> 「アントキャード・シャブリ」とか子供の頃歌ってましたから<笑><笑>メジャーですよねメジ,メジャーなこれぞ王道の日本の歌謡曲です <laughs> そうですそうです,うです白鳥さんと私はもうねフォーク一点張りですからもう<ー>ちまちまとギターを弾いて「オン、ええ・ザ・ワガン・バン・フォー・マー k e t なんていう感じでね歌ってましたでもまあ事務所の方がこの二人組んだら面白いなっていうことで始まったわけですよね、ええええ、そうですねまあ、うん そうなんだよね結局はね私たちの知らないところで誰かが、うん、だから多分今だから言えるんですけど、うん、音楽は全然違ってたんですけど、うん、ハモる声だったんでしょうね二人が一緒にやるとそれは聞いてたんでしょうきっと、うん、その辺りのやっぱりプロデューサーの耳ってありますからね、うん、だから最初からやっぱりこうユニゾーン歌ってもきれいにできましたし、うん、ちょっとハモってもなんかいい響きだったし、うん、それはあなんか 2人って意外といい感じなんだなって僕らはもう気がつかない、うんはい、やってみて気がついたというそういう感じでしたね,ね言われるまで一緒に歌ったことなかったですねじゃあいきなりもう歌ってみたらあ、ええ、これはあこあのいきなりっていうかね組んでみないかって言われて、うん、それで2人が拒否したので。<laughs> 拒否ったんですか拒否ったんですよ。拒否して、それぞれ拒否したので、え、ちょっと全然違うし、って私も、え、芥川さんって、あの、なんかわーっと歌う人だからね、私は全然合わないし、って。で、芥川も、俺はソロでデビューするつもりでいるんだし、みたいなね。そんな感じで、お互い拒否して、そしてまあ、それをなだめるように、とにかく、ちょっと合わせて、何曲か合わせたのを、ちょっと作ってみて、 それでダメならやめればいいじゃんみたいなふうに言われたんですそれやったのは2月ですから、はい、でもうあのレコーディングは3月の最初の頃じゃないかな、はい、とにかくトントンと決まって5月10日のデビューですから、うん、もう自分たちがいるよりも周りがなんかダーッと進んだというそんな感じでしたよね、うんうん、お二人がその音楽仲間としては知ってたんだけど 初めてて会っっったた第一印象ってどうだったんですか白鳥さんの前例えば芥川さんどうでしたあのまああるお店でね、うん、あのそれぞれ、うんまあ、歌を歌ってたんですけど、うん、芥川さんなんかもうスーツかなんか着ちゃって、うん、<laughs> それで、うん、それであのまあそこにはあのプロのね、うん 歌手の人たちが連日出るんですよそれの司会みたいなことをしてたりしてたのでちょっとスーツ姿で司会までこなしてねきっと私よりも10個は上かなとかね思ってた人なのでまさかそういう年齢の上の人とね組ませられるなんてちょっと嫌だなって思ってたんですよでもアフタカーさんからするとまだ女子高生だったわけでしょそそううでですすセーーラ服着てあの 像がすごくかわいくてね <laughs> で長い髪でしたからおでこがとってもかわいくて<お>ああかわいい子だなっていう感じでしたよねでやっぱり歌とっても声質がいい感じの子でよくハモる声をしてるなみたいな印象はありましたねでハモるの好きでしたから彼女すぐハマっちゃうんです <で> <laughs> 人が歌うとすぐハモるで、僕もだから中学から合唱部でしたからハモることとかもやってましたから結構そういうのは好きだったんですよねあのお二人の音楽性は違うんだけども、うんまあ、プロデューサーがこの二人はいいよって言って、うん、まあ本当トントン拍子で進んで、うんえー、3月に録音して5月10日がこうデビュー曲発売、はい、これがある日突然はい ちょっと聞いてみましょうか。はい、久しぶりですどんな曲でしたっけ、ねはい、<laughs> ?1969 年5月に発売されたトワエモアのデビューシングル、ある日突然、お聴きいただきました。はい、これヒットしましたね。そうねヒットしたんですよね。本当に。ね、全然売れるとは思ってなかったんですけど、ね、どこがいいのかなっていう感じだったんですよね。うん。だから自分たちが自分たちの良さをわからない。 っていう感じででしたたね全然かからなかったです、はあ、あのハモリがいいからこの2人だったけど今ある日突然聞いてみると、うん、全然ハモってないです。んです。この曲はねハモ <laughs> らないんです。他の曲はハモってるんですよ。<い>うん、今だったらね、ここハーモニーつけませんとかってきっと言ったと思うんですけど、あのからも言われる前にやりましたから、ね、で、これは僕にとってはとっても低いキーで、うん、レコーディングの時声出なくて3分の1上げたんですよ、4分の1だ。 これだからテンポこれ、ちょっと速くなって、最初のグロッケの音とか、キンキンしてんですけど、これなんて不思議ですか結果的に、それがいいんですよね。テンポもう気持ちを遅かった。昔のテープですから、回転が速くなるわけですよ。で、音質も硬くなるんですよね。逆にそれ良かったんですよね。今聞いてみると。 うに音楽プロデューサーとしてご活躍される芥川さんならではのね <laughs>、えー、デビュー曲の分析でございましたけども、<laughs> えー、明日も名曲とともにまた伺います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。